をちょっとしようかなと思います。今ですね、その今年の2月から撮影した限定動画をですね、そのコンサル生に渡しているシートの方にですね、どんどん入れ替えていったんですけど、でそうしたらですね、なんと2023年の今年の2月から、今日現在ですね、今9月の、3日なんですけど、日付変わって3日の夜中の2時ですね、まだコワーキングスペースいるんですけど、限定で撮影した動画がなんとですね、110本超えてました。110本超え。これ、半端なくないですか、これ。110本超えになるんですけど、これって、お知らせチャットって言って、皆さんに共有してる動画なんですよ。で、これプラス、個別でですね、個別動画が、多分、どれぐらいですかね。多分プラスでやっぱ6、一人一人なので多分70本ぐらい撮ってるのかなと思いますね。結局合計すると、共有してる動画と個別動画で、200本近くですね、限定動画撮ってるって感じですね。今確認したら。で、これプラス、この一般の YouTube ですね。一般の YouTube も、今でも10本ぐらいですかね、月に。以前は毎日のように上げてたんですけど、そうですね、毎日上げたいですけどね、できれば。どっちかっていうと、一般的に公開してる YouTube よりも、今限定動画の方がかなり撮ってますね。で、長いのだと1本40分ぐらい撮ったりとかしてるので、リサーチ動画とか、それは eBay に結構特化してる、そうですね、コンサルっていうかコンテンツなので、リサーチ動画とか、長いのだと40分ぐらい撮ったりとか、あと売れる商品とかもそのまま教えてるので、この商品買った方がいいですよとか、やってるので、めちゃくちゃ動画撮ってるなって思いましたね。いや、こんなの、やるところ絶対ないですよね。コンサルとかスクールとか、なんか情報商材とか教材とかもそうだったと思うんですけど、いや、ちょっと驚愕しましたね、自分でその撮影してる本数を見た時に。で、今多分コンサルを今コンサル期間中の方だったら多分わかると思うんですけど、めっちゃ動画撮るやんって思ってる と思うんですけど、そうなんですよ。めちゃくちゃ動画撮ってるんですよ、本当に。で、これもですね、やっぱり自分自身がこう、スクールとかコンサルを受ける側になった時ってもう本当に10回近くあると思うんですけど、基本回答が動画で来るなんてもうないですね。一回もなかったですね。いろんなコンサルとか高額なコンサルも受けましたね。一番高いのだと80万円ぐらいとか、あと50万円が2個ぐらいと、30万円が2個ぐらいと、あと20万円が1個と、10万円が2つか3つぐらいとか、本当にそれぐらいですね。情報に投資してきたんですけど、動画で回答を個別でもらえるなんて、今まで一回もなかったですね。一回もないですね。本当に1日経ったら、全体チャット、100人とか200人規模のグループチャットで、なんか、2行ぐらいの回答が返ってくるだけみたいな。で、今も僕、コミュニティに入ってるんですけど、200人ぐらいいて、なんかもうみんなが質問して回答になるので、もうバラバラなんで、わけわかんなくなるんですよ、ああいうのって。そう、誰かが回答したらその回答で埋まって、誰かが回答したらまた違う回答で埋まってとか、こんなんで、ね、精が出るわけないと思うんですよね。そもそも200人中いて、本当にいつも喋ってるのって10人ぐらいなんですよ。190人ぐらい何もやってないんですよ、その今入ってるコミュニティ。それは今年から入ったやつなんですけど、それはですね、今思い返すと、本当にローンチって言って人を集めるときに、本当にうまいことばっかり言って、中身上げてみたら全然違うじゃんみたいな。簡単に言うと、YouTube の動画が5分で AI 使って自動で作れますよっていう内容だったんですけど、蓋開けてみると、台本からリサーチから、自分で作るので、みんな結局3、4時間ぐらいか、あ、まあ、4時間、3、4時間ぐらいかかってるんです、1本作るの。全然話違うじゃんみたいな感じのことになってて、
で、結局、その個別で動画が返ってくるので、もう100%ありえないことなんですよね。で、その100%ありえないことを今僕は一人でやってるんですよ。今入ってくれてる方のその動画とかめちゃくちゃ撮ってるので、もう驚愕ぐらい撮ってましたね、本当に。そう。だから本当に感謝してくれる人、めちゃくちゃ感謝してくれますね。いつの動画わかりやすくてありがとうございますって形で、いや、本当に感謝してくれる人は本当に感謝してくれるので、めちゃくちゃそれは嬉しいですし、しっかりと結果出してくれてる人もいるので、嬉しいんですけど、やっぱり、100人中100人が結果出るかって言ったらそうではなくて、やっぱり、結果が出る人の特徴とか、結果が出ない人の特徴っていうのが、やっぱり明確に分かれるかなと思いますね。やっぱり結果が出る人の特徴としては、やっぱり素直に、言われたことを、ほとんど言われたこと通りのことをやって、やっぱり結果出ない人だと、どうしても自己流ですよね。自分で考えて自己流をかましてしまって、なんか全然違うものを出品するみたいな感じになっちゃう人もやっぱりいるので、そういうのをやっぱ修正していくためにもテキストだと分かりにくいので、それでも何回も何回も動画を撮ってるっていう形になるんですよ。なので、ここまでやっぱり僕自体も、時間も、動画とか撮って提供してるので、やっぱその辺に関しては、どん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 吸収していってもらいたいですね。過去の動画とかもたくさんあるので。本当に吸収してもらって、で、本当に分からなければ、僕も来た内容っていうのを、質問とかを動画で撮って、それ動画をもう返信するっていうスタンスでやってるので、圧倒的に分かりやすいと思うんですよ。テキストでちょろって返ってくるよりも、動画で5分10分撮って、自分の質問だけの動画が返ってくるみたいな、圧倒的に分かりやすいと思うんですよ。そう。なので、そういうのを今一人でやってて、で、今もですね、そのシートの方に120個ぐらい動画を移し替えたんですけど、それ自体もやっぱ2時間ぐらいかかったりとかしてるので、もう一回ですね、過去の動画を見てもらって、勉強してもらってほしいなっていう気持ちはありますね。そうなんですよ。だから100本ぐらい動画撮ってるって本当ありえないですよね。10分とか20分の動画なん、20分ぐらいの動画なんて本当にたくさんあるので、長いのだと40分ぐらいとかもしてるので、やっぱりそこはですね、素直に愚直に作業してもらって、もうやるしかないかなって感じですよね。やっぱ副業でお金稼ぐのってそんな甘くないですよね、結局。やっぱどれだけ実践できるか、チャレンジできるかで、試行錯誤してちゃんと頭の中で、思考停止状態じゃなくて、ちゃんと頭の中で思考してるか、回転してられるかってこともすごい大事だと思うので、あと、しっかりと右肩上がりで成長できてるかどうかですね。考え方とか、これはこういう形でダメなんだみたいな、じゃあこういう形でやってみようとか、じゃあ過去の動画とか、過去に言ってることまた振り返って復習してみようとか、結構そういったことも大事かなっていうのも思いますね。なので、今度ですね、結果が出るために大事なこと、結果が出ないためにやっちゃいけないことみたいな、そういった完全版みたいな動画とかですね、ちょっと撮ってみようかなと思うので、これからですね、いろんな情報商材買ったりとか、副業を始める人とか、どっかのコンサルスクール入ってみる人とかもたくさんいると思うので、そういった人たちがですね、参考になるような動画みたいなのもですね、ちょっと今後撮っていこうかなと思うので、9月中にぐらいは撮っていきたいと思います。あとですね、やっぱり質問とかですね、YouTube のコメントに残していただければ、拾ってですね、それをテーマにして話すことも結構してるので、よかったらですね、チャンネル登録とか質問とかですね、残していってください。じゃあ、今後ともよろしくお願いします。